富士そば上板橋店が2023年2月20日に閉店します。どうしても伝えたいことがあったので最後に店員さんへお手紙を書いて渡しました。富士そば上板橋店店長様、スタッフの皆様、富士そば上板橋店を楽しく利用させていただきました。閉店と聞いてとても残念です。富士そば100店舗以上ありますが一番天ぷらの美味しい店舗でした。出来たてサクサクの天ぷらを食べるのがいつも楽しみでした。出来たての天ぷらを提供し続けるのは大変苦労があったと思います。限定メニューの多くも苦労があったと思います。それにもかかわらず、長年にわたり多種多様なメニューと出来たての天ぷらを提供していただいたことに感謝します。これからも店長とスタッフの皆様、お元気でいてください。長い間ありがとうございました。